二千二十年東京オリンピックのマラソンコースが決定しました浅草や皇居など都内の観光名所を回ります最後の最後まで勝敗がわからないそんなドラマチックな展開になるんじゃないでしょうか体力・知力ともに兼ね備えた選手が勝つそんな東京オリンピックのコースだと思いますマラソンはまず新国立競技場をスタートした後東に向かい 東京ドームや日本橋を通過しますそして15キロの地点となる浅草の雷門のあたりから一路南へと向かい銀座や新橋の繁華街を通りますその後は東京タワー近くの増上寺で折り返し公共近くの二重橋を経由します最後は新国立競技場に戻りゴールとなりますコースの選定は東京マラソンをベースにしながら国際陸連の 都内で象徴的な名称を含んでほしいという要望に応えました。比較的平坦なコースですが、最終盤の三十七キロ付近からゴールにかけて急な上り坂となっています。東京を象徴するようなエリアを通る素晴らしいコースに決まり、大変嬉しく思っております。